めちゃくちゃ良くないですかこれ。とんでもなく荒れてます。30分でタイ。もう原さんが吐きそうで吐きそうでしょ。ドキドキ。え、めっちゃ可愛くないですか色。え、見ました？見た。イメージ通りです色も。え、めちゃくちゃ良くないですかこれ。え、めっちゃ可愛い。すごっ。色すごくこだわりました。私の YouTube のチャンネルのロゴカラーがグリーンからブルーに変わるグラデーションをしてるんで、まあ、それと同じ色を使って私のイメージカラーを表現しました。ここは私がアパレルを作ってるドット ICK のロゴを入れていただいて、ルーキング、どんな魚もどんな魚もルーキングしてみんなが爆笑できるようにこの、ね、シルエットを入れさせていただきました。あとちょっと色だけでは寂しかったので水しぶき的な感じのイメージで柄を入れました、はい、名前はもうカレン、カレンに皆さんもう綺麗にいっぱい釣ってくださいみたいな意味も込めてカレンにしました。決して私の名前だからこれをつけたわけじゃないですよ。違いますよ。違いますから、そんな自己主張じゃないですから。はい、そしたらじゃあ船の説明をしていきたいんですけど、はい、この船、最近ヤマハから出た、はい、AX220、はい、で22フィートなので、22フィート、はい、でエンジンが意外に22フィートの割には115っていう結構荒々しい、速い、結構スピード出ます。あとこの船は7人乗りです。7人も乗れる。7人乗りです。1、2、3、4、5、6、7すごい。だからゲスト何人連れてきても、はい、定員いっぱいいっぱいまで全員座ってクルージングの釣りもできますよ。すごい素晴らしい。最近流行りのガーミンと呼ばれる魚探と GPS もついてます、はい、であともうワンポイント、はい、これ一木さんに特にお勧めしたいのが、はい、女性にすごい優しいお手洗い付き。ナイスです。ここに入れるんです。あ、結構広い。全然これはもういろんな船のトイレ私は流してきましたけど、めちゃくちゃ綺麗です。快適です。快適、ありがたい。という感じでお客さんにも結構喜んでもらえるポイントがすごい多い、うん、そうですね、船なので。ドリンクホルダーとかもちゃんといっぱいついてて、あと USB もえ、USB ついてるんですか。本当の取り放題。めっちゃいいです。いけます。このここがないからいい。あ、本当ですか。つなぎやすい。これが一木さんの船です。はい、ありがとうございます。私がプロデュースしたこのカレン、たくさんの人に乗っていただいて釣りを楽しんでいただければと思います。たくさんのご予約お待ちしております。はい、本日の企画なんですけど、ちょっとまあマリーナからだいたい今10分ぐらい走ってきたんですけど、とんでもなく荒れてます。本当だったら船あんま出さないんですけど、まあカレンデビューを、この船カレンデビューを終わりすぎじゃないですか。記念して、うん、やっぱりタイを釣ってもらいたいなって。やっぱりめでたい、めでたいってことで、うん、ケーキ漬けにそんな言われてもあげちゃってください。どうですか。やっとボトムが感じられるぐらいの波の高さですか、ね、これ。まあでも一木さん持ってますから必ず釣ってくれると思います。ちょっと荒れまくってるんで短時間で勝負をつけてもらいます。もう原さんが吐きそうで吐きそうでしょ。顔色悪くなってました。1時間、いや30分、30分、30分でタイ。頑張りますけども、本日ちょっとプロガイドとして葉山マリーナフィッシングセミナーで活躍してます伊藤プロに来てもらいました。おはようございます。伊藤です。僕まだ元気なんで、まあ伊藤プロがね絶対にね釣らせてくれるというか、原さんと違ってまだ元気なんでノリノリで行きますよ。あ、
相模湾のタイといえばチキカレー。チキカレー絶対釣ってきますから、なんで今日は伊藤プロの力を借りて頑張っていきたいと思います。全部1年かかってるだけ。やめてくださいよ。スタッフの健康かかってる。そうだった。やるね。やったやった。何かしらくださった。めちゃくちゃ嬉しい。やばい。最高。ほぼください。お待ちしております。します。バイバイ。